Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。Welcome back to another exciting episode of Sword Art Online, Hollow Realization. The previous episode, we continue our exploration around the floor 2, trying to figure out how to get rid of that poisonous fog, and we had to get an anti-venom crystal so that we could proceed, and then we defeated the ceremony, and then we defeated the guy that was just blocking our way. Today's episode right now, I want to go do another Kizmo quest, spend time with Asuna, so I'm guessing we have to find... them, right? In order to do this? Find Asuna or... That's Philip. Okay, where could they be? So I'm guessing you have to find them then. And continue on. If you're out for today's episode, make sure that hit that like button. Support is greatly appreciated. Do we have to go to the cafe again? Meet Yuki to talk about a game. Is that gonna be a requirement for every other freaking story side character we have? Talk to them to talk about the game? And it's right knock time. Great. I see we're not unlocking anything. Keep it in the family now and talk. Oh my god, there's the same! Hey, there's Bay. キズメルのクエストを進めたいんだろ。どうしてわかったの？なんとなくそんな顔してる気がしてさ。あれ君に似てきちゃったのかな。いいぜ、一緒にキズメルに会いに行こう。ところでクエストログってどうなってるの？黒源の宝珠を探せ、それだけだよ。そっか。でも必ずクリアしてキズメルの仲間を助けてあげないとな。そうだね。よーし、それじゃあ張り切っていこう。アスナ、キリト。あ、キズメル、再び二人に会えて嬉しいぞ。私もだよ。ちょうど見回りを終えたところだったんだ。キズメル、例の宝珠のことなんだけど、あれから何か進展はあったか？いや、特に手がかりはつかめていない。職務の合間に探してはいるのだが。それなら一緒に宝珠を探さない？この森とキズメルの仲間を助けるために。諦めずに探せば絶対に見つかるさ。そうだな。ではよろしく頼む。あれは？気をつけて、ワーム型のモンスターよ。魔獣の体が光っている。あの光、見覚えは？こっちへ来るわ。二人とも準備はいいか？行くぞ。キズ、そっちだ。だいぶ体力を減らせた。あと少しだぞ。なんだ、突然棚を作った。キズメル、二人とも大丈夫か？私は平気。私もだ。アスナが無事でよかった。
キズメル、どうして私をかばってくれたの？この森の問題は、本来なら我らダークエルフ族が解決しなくてはいけない問題だ。人族である二人を傷つけるわけにはいかない。そんな、お願いだから無茶をしないで。すっごく心配だったよ、私。キズメルにもしものことがあったら、私は。俺も一度身を挺して助けてもらったんだ。同じことはもう起きてほしくない。すまなかった。ここまで二人を困らせるとは思わなくてな。本当のことを言うと、単純にそなたらに傷ついてほしくないのだ。キズメル、前にキズメルが俺をかばってくれたのは、おそらくクエストの流れに組み込まれたものだったと思う。けど今回アスナをかばったのはイベントだったとは思えない。きっとキズメルが自分の意思で取った行動なんだ。キズメル、アスナのこと守ってくれてありがとうな。礼には及ばない。二人が無事ならそれでいい。私もそなたらから思われていることを自覚することにしよう。うん。ところで、さっきの魔獣、体が光っていたと思うんだが、あの光は。それならこいつを見てくれよ。あ、それって黒煙の宝珠。倒した時にドロップ、じゃなくてあいつの体から出てきたんだ。これで2個目だね。精霊の魂だったな。ああ、次はこれを戻す祭壇を探さないとな。大丈夫、諦めなければ見つかる。そうだろ？うん、探しに行こう。あった、祭壇ってこれよね。形が前に見たものと同じだし。ああ、それじゃ黒煙の宝珠をはめるぞ。剣士たちよ、私を返してくれたことに礼を言おう。だが精霊一人一人の力は、今の侵食された森に対してあまりに無力なんだ。私の力をそなたたちに託そう。青き精霊の結晶。精霊たちの力を一つにして、何としても悪しき樹木の妖魔の封印を。これで戻さなきゃいけない宝珠はあと一つだね。では今日はここで切り上げよう。日が落ちた森は危険だからな。二人とも、よければ野営地に来ないか。食事を一緒にと思っているんだが。ああ、俺たちは構わないよ。お言葉に甘えちゃうね。なんか嬉しそうだな。だってお風呂が待ってるんだもん。アスナは弱みが好きなのだな。森林に囲まれた野営地のお風呂ってすごく癒される感じがするの。空気から違うって感じたよな。多分森林の香りのせいなのかな。気に入ったのならいつでも入りに来ればいい。あ、そうだアスナ、よければ私と共に湯浴みしないか。うん、もちろんいいわよ。では参ろう。アスナにも背中を流してもらうとしようか。私にも？あ、それじゃあ俺外で見張りしとくからさ、ゆっくり入ってきなよ二人とも。いい湯だな、アスナ。うわ、体の疲れが取れる感じ。美しいな、人族の娘の肌は。驚くほどに柔らかで白い。あ、そんなにつつかないでよ、もう。キズメルこそすごく綺麗だよ。お肌に張りがあってツヤツヤしているし、
そうか。他者と比べたことがないものでな。ほら、こんなにツルツル。くすぐったい。もう少し声を小さくしないと会話が丸聞こえなんですが。ねえ、背中を流してあげるよ。すまないな。では頼むよ。どう？強すぎない？大丈夫。ちょうどいい加減だ。思い出すな。え？以前はこうして妹に背中を流してもらっていた。今、妹さんは？今は故郷で薬師になるための勉強をしている。できた子で毎日よく頑張っているよ。そうなんだ。キズメルみたいな人がお姉さんだったら素敵だよね。優しくて強くてみんなを守ってくれるお姉さん。やめてくれ、少し恥ずかしい。ごめんごめん。お待たせ。見張りしてくれてありがとう。リラックスできたよ。いい湯だったな。じゃあ今度は君が入ってくる？いや、それより腹が減っちゃったから先に飯を食べようかな。では食堂に向かおう。キズメル様。どうした？実は森の祭壇から宝珠が持ち去られた件についてなのですが、こやつが白状したのです。自分がやったと。何？なんと詫びればよいのか。私はあの祭壇にあった宝珠を盗み、ここに出入りする商人に売ったのです。全ては出来心でした。どうぞお許しを。お前が。最近こやつの羽振りがよく、それなのに思い詰めた様子を見せるので怪しんでいたのですが、まさか宝珠を持ち去っていたとは。上官である私の管理不行き届きでございます。申し訳ありませんでした。私は森がこのような事態になるとは思ってもみず。処分は拠点に戻り次第下されるだろう。今はお前の職務を果たせ。みんなへの償いのためにも。キズメル様、申し訳ございません。起きてしまったことは仕方がない。さ、持ち場に戻るんだ。はっ。キズメル。食事だったな。行こうか。ああ。キズメル、大丈夫かな。食事もあまり進んでなかったし。はっ。やっ。ん、あれは。はあ。キズメルだ。ケン。よ、キズメル。キリト、散歩か。外の空気でも吸おうと思ってさ。それにしても綺麗な剣筋だな。お世辞を言っても何も出ないぞ。お世辞なんかじゃないって。そういえば一つ気になっていたことがあるんだが、初めて出会った時からそなたらは私の名前を呼んでいたな。え？私はあの時名乗ってはいなかったはずだが。実は俺たちはキズメルのことを知っていたんだ。知っていた？勘違いしないでほしいんだけど、あくまで名前を知っていたってだけだよ。キズメルがどこの誰でなぜこの森にいたのかとかは知らなかった。誰か見回りの兵士にでも名前を聞いたということか？まあそんなところかな。けど強くて優しい心の持ち主だっていうのは
初めから分かってたぜ。そなたはお世辞が好きだな。だからこれもお世辞じゃないって。もう一つそなたに聞きたいことがある。私たちを助けてくれる理由をただ助けたいからとそう言っていたな。ああ、そうだけど。今でこそ私もそなたらを信頼し守りたいという思いがある。しかしそなたらは初めから私を助ける気でいたように思えるんだ。それは簡単に言っちゃうと、俺とアスナがキズメルのことを好きだからだよ。私が好き？ああ、それじゃダメかな。お面白いやつだな。はぐらかされたみたいだが気分は悪くない。そう言ってもらえて嬉しいぞ。言っておくけどお世辞じゃないからな。わかるさ、お前の言葉が虚言ではないことくらい。ずいぶん長く引き止めてしまったな。おやすみキリト。ああ、おやすみキズメル。Okay, that was a good clean 60 minutes. Keep it in the family for now and talk to Asuna. Let's check out all the other options again. I forgot. Before we come back and find her. But yeah, I wonder how many side stars we're gonna get with Kizmo. Are we gonna ever have her as a party member or not? It shows her 3D freaking 3D character, but nothing else. I was shown by freaking other stuff. Is that Asuna right there?Nah, that's Basara. Yeah, let's go find Asuna again. And see what's the next quest. Mainly, this is all the episode we'll be doing today because we're at 16 minutes in. So, yeah. Let's go find Bay. Where was she again? Anything else? Nothing different. I mean, if I just. There she is. I knew she'd be coming to me.アスナ、何してるんだ？ああ、キリト君、これからユイちゃんとお買い物に行くの。この先で待ち合わせなんだ。へえ、じゃあ俺も付き合おうかな。本当？ユイちゃんきっと喜ぶよ。家族水入らずだって。俺もできるだけ多く3人で過ごしたいしさ。ちゃったね。疲れちゃったのかな。リアルの子供のようにはしゃいで疲れたっていうのとは違うと思うけどな。俺たちと出かけたことを鮮明に記憶しようといつも以上に頭を働かせていたのかもしれない。それってつまり家族で過ごせて嬉しいからだよね。あくまで可能性の話だけど。でもそうなら私も嬉しいな。ママ、クッキー、私も。誰かさんにそっくりな寝言だね。だってしょうがないだろ。アスナの作るクッキーがうまいんだから。ユイも夢を見るほどにアスナのクッキーが好きなんだよ。きっとそういうことにしておいてあげる。にしても気持ちよさそうに寝てるな。やばい、俺も眠くなってきたかも。あれ、そういえば買い物している時にリアルの方で今日ご飯当番だって言ってなかった？そういえばアスナの買い物を見てカレーにしようって思ったんだ。だったらここで寝ちゃダメだよ。ご飯作れなくなっちゃうよ。そうだな、そうなんだけど。ほら、ちゃんと作らないとリーファちゃんが困っちゃうでしょ。
ダメだよ、起きないと。だよな、さすがに当番をすっぽかすのはまずい。もうキリトくんたら、起きて起きてってば。こうなったらレアモンスターのメタルブーがいっぱいいる。ほんとか。起きた。あ、騙したな。そもそもメタルボアってなんだよ。だって君寝ちゃいそうだったんだもん。じゃあ一旦ログアウトして晩ご飯を作ってくるかな。それがいいよ。その間に私がユイちゃんを見てるから。それにしてもほんと気持ちよさそうな寝顔。あ、なんだか今度は私が眠くなってきちゃったかも。おいおい、俺を起こしておいて自分で寝るなって。ここでアスナが寝ちゃったら寝ているユイが一人きりになっちゃうだろ。まったく。おいアスナ、スカートの中が見えてるぞ。え、やだ。起きたか。の覗いたわね。覗いてないって。焦らせようとしただけなのに。本当？誓って。じゃあ信じるけど、いくら君でも見られたら恥ずかしいんだから。それにしてもユイの寝顔を見ているとホッとするのか何なのか睡魔が襲ってくるな。うん、私がここに残ったとしても起きていられる自信がないよ。ここはユイちゃんが起きるまで二人で見守るのが一番かも。ちょっと寝てる寝てる。まあごめん。じゃあなんか話をしようぜ。二人で会話をしていれば眠気もなくなるだろ。出すな、寝てるってば。え、じゃあ今度寝ちゃったら罰ゲームな。罰ゲーム？何するの？そうだな、寝てない？寝てないって考えてるだけだよ。で、何の話だっけ？罰ゲーム。なあ、そうか。もう適当でいいよ。じゃあケーキをおごるのな。ケーキね。いいよ。よし。ケーキはいただいた。生クリームたっぷりで、サイズはホールで頼むよ。キリト君、食欲旺盛すぎだよ。ノア、腹が減れば眠気も消えるはず。ねえ、睡眠欲と食欲ってどっちが強いのかな。俺はどちらかといえば食欲が強い。嘘、寝そうになってるじゃない。アスナだって。それはユイちゃんの寝顔があまりに幸せそうで。二人とも起きてください。
ちゃん寝てたんじゃ。今起きたんです。二人とも眠っていましたよ。本当か。あと少しで自動ログアウトしてしまう状態でした。危なかったのね。ありがとうゆいちゃん。どういたしましてです。結局二人とも寝ちゃったから罰ゲームはなしだね。なあ、そうだな。罰ゲーム？起きていた人が寝ちゃった人からケーキをおごってもらうっていう勝負をしていたんだよ。なるほど。それではですね、私はキイチゴのケーキが食べたいです。え？起きてた人がケーキをごちそうになれるんじゃないんですか？そうだね、ゆいちゃんにケーキをごちそうしないと。確かに、この勝負はゆいの勝ちだ。それにゆいのおかげで俺は食事当番もすっぽかさずに済んだわけだしな。よし、それじゃあひとまず食事当番は済ませてくるから、その後でみんなでケーキを買いに行こうか。はーい、また3人でお出かけできます。And with that, we'll end today's episode right here, ladies and gentlemen. I don't know what I did to unlock the other freaking things besides finding Yui, but we'll do Yui's side quest in the next episode. Make sure that like button comes forward if you are a new